V タウンはアクタミ店は岐阜県岐阜市アクタミ南山にあるショッピングセンター。バローはアクタミ店を各店舗とするショッピングセンターである。1階がテナント、2階が屋上駐車場という構成である。また近隣では単にバローと呼ばれる場合が多く、正式名称の V タウンと呼ばれることは少ない。以前はスーパーマーケットバロー、ホームセンターバロー、 赤のレーンを中心に構成されていたが、後日のリニューアルに伴い、現在は開業当初とは大幅にテナント構成が異なっている。スーパーマーケットでは2008年度にセルフレジが導入された。その後2020年にはセルフレジが新型に更新された。詳細は公式ウェブサイトを参照など B81、B83 系統技術関線。 B87 系統岐阜美野線、長山及び大船霊友会行動前はステイより徒歩5分 V タウン開業以前はスーパーマーケットバローアクタミ店が岐阜市アクタミ町山に存在した。バローアクタミ店は1996年の V タウン開店に伴い閉店し、跡地はツタヤファミリークラブアクタミ店となった。なお、V タウン開業以来長らくテナントの入れ替えは 行われていなかったが、2005年6月には大幅な改装リニューアルが行われ、これにより、マクドナルドの閉店、携帯ショップ、テレワークのオープンなど、開業以来初のテナント入れ替えが大幅に行われた。2010年には、開業以来入居していたミスタードーナツが閉店した。後地には、美容室のデューポイントが開業した。さらに、ホームセンターでは、 2013年1月に、東有利場が南駐車場に新設され、ホームセンター内の全面改装が行われる、東2005年のリニューアル以降は小規模ながら、店舗の入れ替えや改装が行われている。2016年には、2005年以来の2回目となる、大規模なリニューアルが行われた。このリニューアルでは、前回のリニューアルで行われた、店舗入れ替えだけでなく、 内装が全館改装され、2016年8月21日には、開業以来入居していたホームセンターバローが閉店し、同日よりスーパーマーケットを除く全館のリニューアル工事が行われた。そして同年11月14日には、スーパーマーケットもリニューアルのため一旦閉店し、工事が行われ、2016年11月25日に全館リニューアルオープンされた。 このリニューアルでは、書店や100円ショップ、セリアなどが入居するほか、店舗構成や外観も大幅に変わり、週末を中心にイベントも開催されるようになった。ありがとうございます。